あ、でも待って、半ペのところはさ、なんか若干良くなってない？調子見てます。どんな感じ？撮ってみてください。にゃん。ハリケーンのこんにちは、ビューハリキング。Jesus Christ, oh my god! ハッシュタグ。またハッシュタグになった。ハッシュタグビューハリキング。おでんの。トリです。なぜかこうなってるんだよね。トリさん、1月の超寒い時に旅行行って、うん、旅行行って、新潟の海で、海でもう超軽装でしたね。もうこのままで行きました。海。雪山に行った帰りに海で、うんうん、海で。おかしいですよ、うん、私もう汗かいたんですよ、ね、もう砂浜だから、いやいや寒い、うわー、冬です、冬もっと寒いんだけど、なんか私冬だってなんか忘れちゃいました、その日楽しすぎて腰とか着てないですか、あのね、もうずっとリュックつけて砂浜の上歩いて、もうやばいっす、ここがこれなんか硬いっす、ね、でしょ、うん、なんもうこれはもう早速動き見て治療しましょう、もういいと思います、もうリュックはちゃんとしたものにしましょう、 GO！ じゃあ向こう側見ていただいて、鳥を鳥チェックしてみたいと思います、せーの、ウィー、あれあれちょっと待って、せーの、あと僕の顔見えない、いや、え、見えるはずだいぶ無理してこっちがなんかやばい、ここストップする、腰が調子悪いこと10円と1円で調整できます、だから反りが悪いので、はい、この外くるぶしの下にですね、心脈鉄もあります、ここに貼ります、10円を貼りました、はい、で左手、左手ギュッと握って、ギュッと線ができると、こう後傾っていうところですね、ここに1円貼ります、これだけです、これだけ、それでは、それではショータイム、おはようございます、いやいや行き過ぎでしょ、ちょっと待って、ね、元に戻します、なんでせっかく治ったのにはい、せーの、おはようございます、動かないね、消えた、え、結構いけるんじゃないかなと思ったのに、行けないでしょ、いけない、せーの、おはようございます治療しましょうか、今僕がですね、これで、これでいいですか、何いいですか、はは、こうです、あ、通りました、これ大事だ、は始めましょう、はい、無理今何大丈夫、治療した、おはようございます、ほら、行くでしょ整えます。なんで触ってないのに。チーです、チー。QR、キーです、キー。QR コード。面白いでしょ。よくない。いけましたね。これ元も。嘘。はい、おはようございかない。いかないでしょ。お帰りたいです。もうダメ。わけわかんない。わけわかんない。普通は11円使うとわかりやすいです。僕も気を使うの、全くキング怪しいっていうサジェスションが出ちゃいます、ね、出る、私も今もう、でもだって治っ、治るでしょ、治った、どうすればいいの、Amazing、 もうメイジン、メイジン、声がサイレントなんだこの変顔タイム、なんかもう11円まずやってください、しっかり、しっかり治療しましょう、もうこれでいいんじゃない、いやいやこんなのでこんなのありますよ、治療しましょう、そしたら多分もう下までいけるんじゃない、いい感じ、おーへー、はい、それはゴー、なかなかやばそうですね、いやもう何わかるんですか、いやこの下に何が潜んでるかわかりますよ、いやということで最初最初スライドしていきたいと思います、はい、OK OK、
ガーン。普通はこういう反応なんですよ。さっき無反応の方がいた。あ、でも待って、半ペのところはさ、はい、なんか若干良くなってない？そうですね、半ペが。あ、でもなんか半ペのところがいいんだけど、はい、上行くとやっぱ動くか。回してみましょう。新しい技です。それがいいかも。これちゃんと流しましょう。これは結構浮いてきましたね。あとは水玉の捨てですね。ブッとおケツ上げて針一回みたいな。あ、ね、もう結構熱くなってきたんだけど、はい、ファイヤーですね。めっちゃぐちゃぐちゃなだけ。ちょっと開けていきたいと思います。おやすみいただきます。 OK、 それではですね、水玉取っていきたいと思います。取って。いやもうやっぱりこっち、あ、やばい、なんかもう自分でも分かったよ今。滞ってる。あああは、腰もひどい。上がってきてる。上がってきてる。ってことはちょっとだけでも良くなってるんじゃない。そうですね。これはもうひどい。あう。ここから針をしていきたいと思います。針ください。腰痛治療にちょっと入れてます。これです。ぬぅ、あーおぉはぁ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 。これ足まで来るね。足まで来ます。先生、はい、針全然今来ますよ。今来ます。これ来ましたね。今来ました。はい。お、来ました。最後来ましたね。これね、中のインナーマッスルとかですね、こういうの攻めないと、やっぱりね、腰痛取れないんで、このね、腰後傾筋とか、まあ、その辺をね、狙っていきます。Oh, sweet baby Jesus! Oh my God! はい。バイビーだ。いい感じ。あ、今本当にその感じ。はい、じゃあこれ最後締めでいきます。調子見てます。調子で絶好調。あ、これ今日結構来てますね。来てますね。アロハベイビー。でもなかなか入るんじゃない。いやこれちょっと今日はやばいです。これぐらいにしておきます。これはもっと入らないのかな。なんでそのウェルカムなんですか。なんかいけるような気がする。うん、多分そこら辺ストップ。おお、今日これぐらいにしましょう。スノボード。13センチぐらいですね。こっち側にちょっとがっかり。がっかりしてて。がっかり。自分の体にがっかり。Oh my god。今日は65センチの治療です。ちょっと1メーター足らなかったですけどね。いや、7分お休みいただきます。7分経ちましたね。ありがとうって。もっといけたと思った。ちょっとトリクシさん、やっぱりびっくりした、はい、めっちゃぐにゃぐにゃ中に入ってたな。トリクシさん上級者ですね。もうあの中の針の構造と、ね、すごい分かった今。針の組織を理解されてる。もう超分かります。では動きを見てみたいと思います。ではでは動きチェックです。 OK、はい、待ってハロー。ハロー。いいですね。ちょっとこっちの壁見てですね。僕がどんなお顔を見てたか。はい。じゃあ後ろにカメラの方に回って、はい。どんな感じ？撮ってみてください。にゃん。ありがとうございます。大成功ですね。たまにハイキングとかしたりとかするのもいいですね。いいですね。気をつけてください。腰痛とか悩んでる方ですね。水玉のコースもありますし。
水田はまた針のコースもあります。針だけのコースもありますので、鳥さんの施術ね、受けてみたいとかね、相談 していただければと思います。ちなみにはですね、横浜元町と銀座にありますので、ここはね、銀座院ですけどね、概要欄の LINE からですね、問い合わせいただければと思います。またですね、こういった施術受けたい方は、ね、弟子が大体全国400人ぐらいおりますのでね、ご紹介してますので、そちらの方も、概要欄の LINE からですね、紹介っていうところをまたタップしてもらうと、紹介専用の LINE に飛びますから、そちらに行っていただいて問い合わせいただければと思います。新しい LINE になってますので、ね、フォローしてください。他にもですね、施術の動画ですとかセルフケアの動画配信していますので、次の動画もご覧いただけると思います。チャンネル登録、高評価の方で応援よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録お願いしますね。これいい治療です。この人が治療です。治療治療です。アクパンク、アクパンクション。これ。そうです。フォーチュンクッキー。前は結構いけると思う。はい、行きます。うん。まあ、治療していきましょう。お願いします。